藤山の金さんとは、静岡県内でデジタル総合テレビ、総合テレビで放送されていたミニ情報番組。タイトルの由来は、藤山 TV の新門校太郎が金曜日に3分間放送する番組。金さんというタイトル名からオープニング CG や新門の衣装などは演山の金さんを意識した作りになっている。なお、本番組では、新門は、 金さんとして登場する。視聴者から寄せられた放送に関する疑問を取り上げる。初回は2009年4月24日放送。新聞の名古屋局移動に伴い、2010年7月30日に放送を終了した。不定期放送である。放送がない場合は、金特または、富士山 TV のプレ番組を放送していた。 東京製作の特別番組や金徳などが19時30分から放送される場合は放送されなかった。そのため番組改編等で特別番組が続く場合は公式サイトも放送未定になることがあった。放送会によって公式サイトでは放送が告知されていても電子番組ガイドでは数日前まで表示されていないことがあった。 番組終了後は従来通り金徳または、藤山 TV のプレ番組を放送していたが、2010年11月12日から、自番組に静面静女が放送されることになった。当初2010年10月15日に放送予定であったが変更となった。各界に関する備考。ありがとうございます。